回はこちらに来ております。すごくないですか、ね、初めてのオフ会だって。すごくないですか。楽しみです。ひなたちゃんに会えるなんて。今日はね、チキを1枚取れるって、うん、もらえる、うん、楽しみだ。じゃあ、あ、そうだね、誰かに会うかもしれないね、うん、ちょっとそのままでチキはダメだじゃあね、1時間だけど、はい、楽しみましょう。はい、はい、じゃあまたね、もちろんイベントなので撮影とかできないんですけど、ね、どんな感じだったとかね、うん、終わってから感想をね言いたいと思います。終了しました。楽しみだね。あともうちょっとです。時間潰してます、はい、座ってます。はい、というわけで今ひなたちゃんの楽屋に来ました。イエーイ、初めまして。すごい、はじめまして。初めまして。初めてます。ありがとうございます。はい、じゃあちょっと写真を撮らせていただきます。ね、緊張しちゃう。緊張しちゃう。はい、行きます。はい、撮ります。はい、チーズ。もう一度お願いします。ミッキー。すごい。リミア見てる？一緒にやる？一緒に見て、見て。恥ずかしくなっちゃったな。で、それでですね、そこに販売していたひなたちゃんのグッズを今回は紹介していきたいと思います。まずはですね、こちら、こちらはですね、ひなたちゃんのね、サイン、なんとサイン入りのファイルでございます。で、ね、こちら袋になんか2冊ファイルって冊2枚やね。ファイルでなんと裏表で2枚入っています。開けてみたいと思います。すごくない？2枚も入ってるんだよ、ね、かわいい、ね、うん、すごいかわいい、うん、変な開け方しちゃった。次さ、そのマスコットっていう、あ、3枚入ってる。そう、3枚入ってる。やばい、2枚じゃなかった。次さ、ひなたちゃんのこの何絵のマスコットっていうの、うん、もうよく見ると上と下でほら絵が違うの。
まず下です、うん、次に上です。かわいい、かわいい。1枚目、うん、おー、2枚目、かわいい、サイン入りで、うん、ひなちゃんといえばひまわりだもんね。そうだよね。2枚目、これもかわいい。3枚目、こちらもサイン入りです。かわいいですね。ひなちゃんね、あの本人に会ってきたんですけど、めちゃくちゃかわいかったです。本当に本当にかわいかった。なんか透明感あるって感じだったよね。オーラが違ったね。うん、かわいいオーラが出てた。吸収してきた、しほちゃんも。吸収してこなかった。なんでしてこないの？ひなたちゃんの輝きを取れなかった。魅了されちゃった、おーって。うん。そうだよね。大切に使いましょう。はい、使いましょう。バッチでございます。こっちがね、ストラップ。アクリルキーホルダーっていうのかな、これ。ストラップ、うん、キーホルダーで、うん、こっちが缶バッチです。かわいい。キーホルダー開けていきたいと思います。綺麗、めちゃくちゃ可愛い。うん、可愛い。よいしょ。近くね。可愛いです。あ、気づいてしまいました。後ろにサインが載っています。嘘、サインも書いてあるの。すごーい。待って、近すぎてピンクのが合わない。イエイ。じゃあ次に缶バッチ開けていきたいと思います。あれ開かない。あ、変な味が出してます。ということで開けてみました。輝いております。めちゃくちゃ可愛いです。で、下にね、ひまわりとひなたちゃんがいて、が英語で書いてあります。次にハンドタオルを紹介していきます。まずピンクの方から紹介します。絶対可愛いよ。こちらです。こちらはひなたちゃんが両サイドにいて、真ん中にサインが書いてあるっていう感じです。すごい可愛いね、ママ。めっちゃ可愛い。もうみんな可愛い。しほちゃんの好きなピンクだね。そうだね、めちゃくちゃ可愛いです、うん、で次もしほちゃんの好きな黄色。黄色です。こっちはですね、端っこにひなたちゃんとサインが書いてあるという感じになります。映ってるかな。もったいないけど使いたいと思います。ひなたちゃんの不快でチェキも取れるということになったので、1枚目がまずしほとひなたちゃんで撮った。緊張しすぎてね、顔がガタゴト。ガタゴト。本当にやばいよ。こんな感じです、うん、ひなたちゃんかわいいね。ね、すごいかわいい。じゃあね、みんなともね、すごくね、フレンドルにね、くっついてね、ゆっくり撮ったり。そうそう、すごい優しいなと思ったね。すごい優しかった、うん、はい、撮りました。こっちもリミとギュってしてくれて、うん、本当に優しかったです。優しかったね。めちゃくちゃかわいい。はい、ということで今回ですね、ひなたちゃんのオフ会に行ってきた時のグッズを紹介してみました。ひなたちゃんめっちゃくちゃ可愛かったです。めっちゃくちゃ可愛かったです。怖い。でも本当に可愛かったね。本当に可愛かった。本当、うん、めちゃくちゃ可愛かったです。いや、今のカット、それぶりっ子だから。だって怖いって言って、こう怖いって言われたから。それではバイバーイ。グミペア。 サンジーなおやつが甘い。